さあ、全勝がかかった対局。第4戦目。全国大会常連、全国2位の実績。はい、とうとうね、全勝がかかった相手、全勝がかかった相手にラスボスが来ました。ラスボスがね、いるんですよいやいや、こんなんわかりませんよ、わかりませんよ。そしてね、名前ググったら出てきた。こっちは2歩で、そうなんだよ、こっちは2歩なんて、2歩でも勝てるんだよ。え、こういうね、勝ったら全国、そうだね、また頂点立つのか、これ。こんなね、ラスボスがいたな、びっくりしたわ。将棋に偶然はないからな。いや、そんなことないですよ。将棋は運なんです。私もね、常々言ってるけど、将棋は運、運の要素がかなりある。全勝かかってる相手で、私ね、考えましたよ。読むんじゃなくて、これ考える。相手はね、言ってみればドラゴンボールで例えると、ギニュー特戦隊、こっちはクリリンですよ。あのナメック星の三つどもえの戦い、フリーザの連中がいた、ギニュー特戦隊がいた、そしてフリーザじゃなくてベジータがいた、そして逃げ回っているクリリンとブルマちゃん、はい、のクリリンですよ。だからギニュー特戦隊に勝つにはどうすればいいか考えましたよ。カエルにすれば勝てる。相手がカエルにしたら、こっちはね、踏み潰せばいいだけですよ。じゃあどうやってカエルにするか、じゃあ寄付を見てみましょうなんとかな、クリリンとかミソッカスも いいとこじゃない。いやいや、結局クリリンがあれ、戦いに勝ったんじゃないかな。ナメック星の話で、そうそう、こっちは逃げ回ってるんですよ、ね、サモリはせいぜいその頃のヤムチャこの人ね、年に1回か2回しか負けないから、もう負けたって言ってるような表、いやいやいや、そんな失礼な、ここら辺の地元じゃね。はい、じゃあ寄付を見てみます。先手どっちだったかな。先で、これですら忘れる。いや、関係ないからね、私の棋風には。なんとなくやるからね。全国2位の人が先手だったな。で、相手殴って気絶させよう。うん。この人にはね、私ね、負けたくなかった、実は。この人にはもう負けたくない。負けちゃいかん。もう気合も入りましたよ。7六歩、私、堂々と、居飛車しました。相手もこんなクリームパンにそうだね、いや、相手はね、あ、そうかもしらんな、そうかもしらんね、同族だね、だから なんか負けたくなかった。14歳無職、うん、無職ですね、現在の立場的には。いびし、堂々と、お前矢倉やんのか、いびし振り飛車やんのか、あるいは矢倉横太りやんのか、はい、角交換し、何これ。こんな、何、堂々と。で、この手に対して、あ、これ見て、うどんさんだなと思って。相手は全国2位じゃねえ。うどんさんだと思え。まず角道。強制させると。いや、うどんさんだと思えば怖くないんですよ。全然怖くない。角道は開けない。ね、怖いから。で、こう来たと。こう来たと。角道は開けるな。まあ角ね、ほらこれですよ、これが角交換四間飛車の一つの対策で、こうどん相手なんだからうどんさんなら角道開けるねやば、怖かったはい、でどここでどうぞ開けたと。で、こう来て、こう来て、あ、これで美濃囲い組めると。美濃囲いを組んだらいいですよ。こうしとくか、仮にね。
で、気になかったんですよ。お、何これみたいな。うどんさんじゃねえ。金上がったね。ここでね、私狙いがわからんかったな、この金の狙いが。狙いがよくわかんなかったね。で、こう。これでなんとなくね、ちょい分かってきたね。あの人ね、ほぼノータイム。ナメプされてますからね。こんなね、何クリリンちょろいよ、ノータイムでいいよ、みたいな。こんな金、開きっぱなしでいいよ、みたいな。ミノ囲い、本ミノにする必要ねえよ、お前。ですよ。で、これで、なんとなく狙いが分かってきたんだけど、もうね、どうすることもできない？どうすることもできないことになんか察した。狙いは、まあ、本譜見てもらえば分かるけど、トン、トン、行くのが怖かったんだよな。はい、歩が受からん。まあ、それはね、分かってた。しょうがねえ。本当はね、5分とか10分使いたかった。相手がノータイムなんだもん。もう言い訳じゃないですけど。相手がノータイムだから、こっちは時間には負けたくない。昇降しながら、もうしょうがなかった。もうね、歩が受からねえんだな、これ。歩が受からねえんだな。じゃあ、主張しますか。堂々と取りましょう。で、もう一個くらい取っとけみたいな。で、ちょい違うな。これ一個ついてるよな。多分これ一個ついてるな。で、心の余裕をしたと。もう違うな。金上がったな。もう受かんないね。もう受かりません。じゃあここでもう勝負でいくしかないですよ。もう受かりません。2筋はい違うな。先に桂馬上がって、飛車回ったかな。違うかな。まあ、仮にこうするか。飛車どこにいたかな。ここにいたかな。最後にはここにいたんだけど、ね、まだ紐ついてたような気するな。こんな感じかな。ちょっと仮にこうしようか。もうしょうがねえみたいな。で、お前俺を殺せ。しょうがねえ。え、同玉で取ったのこれ。え、同玉あんのみたいな。で、角打って逃げてこうね。あれ？勝負になったんじゃねえのみたいな。これ完璧に舐めぶされてますね、これ。なんかこんな感じかな。これ勝負になりましたよ、これ。明け落ちたかな？接待か？なんか勝負になったんだよね、これ。はい。あ、勝負になりました。銀を上がって、逃げて、で、あっさりこうやったんだ。これが6、これが全国2位の受け方か、みたいな。こんな感じかな。こっから行くか。これ指定局面。あれ？必勝だろう、みたいな。相手は3分。自分は、10分ぐらい。いつの間にかなんか必勝みたいな形になっちゃったな、みたいな。こうな、
て、こうなって、こうなったか。あ、飛車取れると思ったら、きっと金いたですよ。うん、負けるやつおらんやろ。なんか必勝になっちゃったな。これね、飛車取る気だったんですよ、これ。あれ、と金がいたって気づいた。もうなんかいろいろ混乱してるな、私。やっぱ混乱するんですね。飛車取れねえわみたいな、飛車取って余裕だろうみたいな、飛車取れなかった、しょうがねえ。 なんとなく詰めろっぽいよね。粘ってきたと、で銀打ったと、こういったかな。もう決めたんだったっけかな。ここ多分本部だな、こう来たな。よし、入玉だけはさせない、入玉だけはさせない、金打ち。で歩打ったと、桂馬取ったと。で一回はやったと、逃げたら詰むんで取ると。で金打ったと、引いたと、取ったと、取ったと、いろいろ混乱してるな。ここに言ったんだよ。歩で、あれ、ぴったり詰んじゃった。はい、全国2位のやつにやっちゃったよ、これ。投了図見ますか、これ。投了図、相手は8分しか使ってない、ほぼほぼノータイム。こっちは勝っちゃいましたよ、これ。全国2位のやつに勝っちゃった。相手はカエルでしたよ。カエルに仕上がった、どや。全勝しましたね。実質全、またね、また、頂点ですよ。全国2位のやつ、実質全国2位、うん。なめぷしたやつを殺してやったよ。うん。なめぷしたやつを殺してやったよ。これが、将棋だよ。負けたかのような話してきて、勝ったのか、うん。勝ちましたよ。もう、これ、時間見て、これ。てっきり負ける。うん。勝っちゃったね。入玉、なんかやっぱ入玉、でもうどんに勝ったようなもんやろ。いや、相手やっぱりね、入玉みたいな勝ち方。じゃああなた、全国1位、うん。全国1位になっちゃうね。全国1位になっちゃうね。下痢気味でトイレに行きたかったんだろうな。なんか、うん、途中からね、無気力っぽかったのは見えた。ただあのごまかすな、入玉のごまかすルートで来たやつを、マジでプロ目指そう。これがね、私の将棋力っていうのかな。はい、あの考えるんじゃないんです、あの読むんじゃないんです、考えるっていう日本ですね。北海道の東半分を占め、そうですね、ドヤ顔でしたよ。24で相手レート2800かどうか知らんけど、リアルになったら5分、これ毎回言ってますね。レート2300の人でも結構互角で戦えるんで、ボソッと言ったんですよ。はい、勝ち切った。まあこんなやつ入玉でごまかしてやろうっていうのが見え見えだったんですよ、この時間攻めで。結局こっちもね、全然時間使ってないですよ。時間も全然使って、いつも私ギリギリで詰ますんですけど、これがねリアル将棋の怖さだね。リアル将棋は、ほんとね、レート関係ねえ。なめぷしたら、レート、初段、あるいは初段、9位、調子良くて2段、行ったり来たりのやつに、80歳相手に2節で勝っただけ。ああ、結局、いろんなね、こう振り返ってみると、これから実質、アマ、準タイトル経験者って。ああ、そうですよ。
実質ウォーズで頂点になり、全国2位のやつはぶっ殺した負があった。ごまかされなかった。ウォーズで頂点鬼神ウォーズで頂点に立つ。リアルでもゴールド53万、ああ生きたね。勝つもんだね。やっぱ何かあるか分かんない。いやー将棋はね、ナメプしたらねいかん。だから前から言ってますよね。前から言ってるんですよ。24みたいにリアル将棋は甘くね、一発入っちゃうんですよこれ、リアル将棋は。だったんですけど、来年から競合扱いでチラチラ見られるのいやいや競合ではないんですよ。私見たら分かるですよ。3手詰めも分かんない男ですよ。3手詰めも分かんない男が勝っちゃう、これクリリンですよ。やっぱりクリリン、もうほんとクリリンですね。やっぱすごいね将棋は。何、うん、クリリン、ああほんとねクリリンだね私。クリリンの伏線回収、はい。